こんにちは、大地球です。オラホの地域自慢、浜市川のいちご農家にお邪魔して木村日和さんに、お話を伺っております。今日2日目です。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さっきと言いますか、日和さんが手に持っているいちごをね、1日目の取材が終わった後にいただきましたら、まあいちごってこんなに水分が多いのかなと思うぐらい大変にジューシーでございまして、甘かったですね。 ありがとうございます。はい、愛情込めて育ててますので、はい、そんな感じがいたしましたが、さて、市川のいちごというと、まあ、大変有名なんですが、はい、まあ、そのまま食べるのが一番おいしいと思うんですけど、はい、なんか他に食べ方ありますか？大体いちご農家は生食するんですけど、そのまんまね、そのままが一番やっぱりおいしいんですけども、うん、なんか農家さんによってはこうアイスクリームに入れたり、アイスクリーム、生クリームとか牛乳入れて、うん、お砂糖入れて、うん、アイスにして、うん、で食べてたりする家もありますね。それも結構おいしいですよ、アイスクリーム。贅沢ですね。贅沢ですね。私が子供の頃は八戸でいちごを食べるというとですね、はい、大概容器に入れて、はい、フォークの背で潰して、はい、で牛乳かけて、で砂糖入れて、はい、で食ってましたけど、はい、今そういう食べ方しませんね。ああ、そうですね。結構元から甘いので、ね、はい、なんか昔はいちごの粒も小さくて、背中にカゴを背負って、うん、今みたいにこう皮がすぐ剥けるとかじゃなくて、なんか本当の野菜のような感じで、うん、後ろにこう投げてたって言いますよ。醤油カゴに放り投げた。醤油カゴに放り投げて収穫してたという、今では信じられない話聞けますけどね。いちごの種類も違うんでしょうけどね。そうですね、だいぶ品種改良されて、より育てやすく、うん、甘く、うん、ニーズに合ったものを作るっていうので、だいぶ品種改良が進んでますでしょうね。はい、だから昔のああいう小粒のいちごってだってあんまりないもんね。そうですね、だいたいいちごは大粒から取り始めてだんだん小さくなってくるんですよ。だからサイズでいうと、4L っていう、どれぐらいですかね、もう小さい子供の手のひらぐらいの大きさのものから、小さい 2S とか小さい粒もあります。ケーキ用のやつはだいたい M サイズぐらいですかね。はい、クリスマスの時期になると普段は大きいサイズから値段が高いんですけど、クリスマス時期だけは M サイズとか S サイズがものすごい高くて、今年はいちごが品薄だったので、はい、ものすごい高かったんですよね。1パックいくらまでいったのかな、2000円とか。はい。そんなに？クリスマス時期は高いんですよ。ボーナス時って言われてるんですけど、いちご農家の。はい。で、まあこの北国で今クリスマスの話が出ましたけれども、はい、いちごを栽培してですね、はい、一年中ハウスで栽培しているわけではないと思うんですが、この収穫時期っていうのはあるでしょ？はい、だいたい各農家さんで植える時期が違うので、収穫時期もやっぱり変わってくるんですけど、うん、我が家ではクリスマスあたりから6月ぐらいまで収穫します。じゃあ残りの半年は？残りの半年はまず環境作りになります。苗を切り倒して、それから苗も作って土作りをして植えて、準備をするわけですね。はい、あれ手間暇かかるんですね。そうです ね、はい、簡単にイチゴって言ったってね、はい、病気にもなりやすいですし、そういうのを見ながら、はい、ね、はい、で今日初めて知ったんですけれども、はい、このハウスの中にですね、はい、ミツバチが入っている箱が置いてあるということと、
途中途中に缶がぶら下がってるんですがね、何だろうなと思ったら硫黄なんですってね。はい、硫黄はですね、うどんこ病っていうイチゴ特有の、うん、あの病気がありまして、はい、白いあのイチゴ自体がこう、イチゴ自体もなっちゃうの？白くなっちゃうんですよね。それを防ぐためにこの硫黄をあの上から電気でファーッと霧状に、うん、あのやって防ぐわけですね、病気から、はあ、はい。でミツバチの方は受粉に使うんですよ、うん、でイチゴのまず花には蜜がないんですけど、もう働くだけっていうミツバチは働く、蜜がない、イチゴの花には、はい、ということは蜂は蜜があるもんだと思って飛んできて来るんだけども、実はただ働きなわけ、ただ働きです。かわいそうな蜂だ、ね、ありがたいありがたいけど蜂かわいそうですね、見たらかわいそうです ね, ねいくら頑張っても報酬がないという、あ、そうなんですか、で、今日取れたものが明日スーパー、市内のスーパーの店頭に並ぶという話が昨日ありましたけども、はい、そうすると出荷方法っていうのは木村さんのところではどういうふうにしてるの？あの近くに共同で組合がありまして、いちご組合っていうんですけど、はい、そこに出荷すると、組合の人が市場に持ってってくれます。はあ、ははあ、はい、でそこから我々の口に入るようになるわけだ。はい、そうです。へえ、いちご農家さんは市川はまあその津波のね、はい、でもう辞めちゃった方もいるかもしれませんけれども、うん、結構な件数あるんですか？いちご農家はだんだん少なくなってきてますけど、はい、後継ぎ募集中です後継者募集中ですあ、そう、はい、だってこれだけのブランドになって産業になってるんですけどね、はい、うん、そうですか。で、お父さんが始められて木村家では40年。はい、ね、はい、じゃああなた生まれる前からですね。そうですね、15の時からやってるって言ってました。あ、15の時からやってんの？はい。あ、そう、その頃、いや40年前でしょ、40年。でも市川でイチゴの栽培が始まったのはもっと古いんでしょ？もう少し古いですね。なんか7人の侍っていう、なんかイチゴを始めた7人がいるらしいです。聞いたことありますか？あります。それはですね、このコーナーで市川地区にお邪魔をした時に聞きました。そうなんですよね、研究してこっちでもイチゴを栽培できないかということで、それで始めたのが市川のイチゴなんですもんね。それまでは出稼ぎにみんな行って、で命を落とす人もたくさんいたので、なんとかこの地域であの仕事がないかということでイチゴを始めたんですよ ね。そうなんです。それがここまで成長したわけでございますがね、はい、さて、このイチゴ農家を継ぎますと高らかに宣言をして、いちご親善大使もね、自ら名乗って、はい、いちごの普及に努めている、木村ひよりさんですけれども、これからの夢というか、はい、聞かせてもらえますか？これからの夢ですか？うん、そうですね、いちごに限らず、ものすごく食いしん坊なもので、はい、自給自足の生活に近づけたいなとは思います。そういう夢ですね。でいちご以外にも何か作ってるんですか？いや、今は母が家庭菜園とかを一生懸命やってるんですけど、この辺は本当に ありがたい地域で、近くに海もありますし、はい、自然の恵みがたくさんあるところで、なんか魚をもらったり、はい、あと野菜をブツブツ交換したり、はい、もう食が溢れてるんですね。ああ、で、そういうのをこういっぱい料理したり、自給自足したもので、スーパーで買うと高いじゃないですか。植えるとものすごくいっぱい、一気にではありますが取れるので、もう食に困ることはないので、自給自足を目指して。夢は自給自足。はい。ですね。
私も食べるんだけ手伝いに来ますどうぞじゃあ一緒に、はい、嬉しいです、はい、そっかそうなんだよね。津波の被害があったということは海が近いっていうことでもあるわけですもんね、津波にあった時は本当にあの缶詰とかカップラーメンとか、そういうのでなんか食いつないだっていう気がします。だから自然の恵みってやっぱり脅威をもたらすものでもあり、それ以上のものをもたらすものでもあるなっていうのをつくづく感じて、やっぱり自給自足のできる国がいいんじゃないかなって、大きなこと言いました。いいですよ、大きなこと言ったら夢ですからね。はい、はい、さあ2日間にわたりまして、浜市川のいちご農家木村日和さんにお話を伺いましたが、いいですか、ラジオお聞きの皆さん、いちご親善大使というのが、誕生しましたので、これからそのいちご親善大使に市川のいちご、それから、八戸で採れる美味しい食材、どんどん、発信していってもらうことにいたしましょう。2日間いろいろありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございました。市川のいちご、よろしくお願いします。